スイッチを変える縦のパスをどこで入れてくるか。新潟カウエは斜め、オフサイドありませんでした。フランシス抜けたシュート、逆転ゴール。新潟フランシス今シーズン5点目。後半の14分、新潟試合をひっくり返しました。今のシーンです。少しねオフサイドを、ね、取りに行った感じもありましたけどね。ただフランシス選手のこのスピード、ここでも行きましたね、うん、ボールを受けるために引いて戻ってきて、オフサイドにならないようにまた飛び出して、またこう落ち着いてね、キーパーの動きを見てよく流し込んだと思いますね。飛び出したゴールキーパーの塩田、その体をすり抜けて13番のフランシス。